走れたのが良かったと思います、はい、もうそれは、ヒート2ではちょっと出遅れたんですけども、はい、うん、その辺はどうだった？そうですね、まあ、ヒート1も勝って、まあ、ヒート2も、まあ、落ち着いて、まあ、前のペース速かったんで、まあ、落ち着いて一台一台パスして、まあ、前のライダーとの距離をこう見ながら走って、まあ、うまくこうパッシングポイントもいいラインが見つけられたんで、そこでうまく仕掛けることができました、ね、はい、じゃあ次回はどうしますか？そうですね、まあ、次回、まあ、次回広島なんですけど、本当にまた今回ピンピン取れたんで、まあ、それを、まあ、そういう、まあ、常にこう上位というか、ぎっしり積みのないようなシーズンにしたいなっていうのが、あります、ね、はい、今年はチャンピオンシップに向けて。そうですね、本当にこう一戦一戦は本当にいい状態でレースに臨めるように、まあ、体の方もバイクの方も、まあ、レースに向けて、いい状態で次も戦っていきたいと思います、はい、じゃあ